こちらは、火という漢字です。火の育て方は非常にシンプルで、毎朝必ず水をあげるようにしましょう。育つとこうなります。続いて、こちらは、答えという漢字です。答えも同じく、毎日水をあげるようにしましょう。育つとこうなります。 非常に細かく竹冠が枝分かれしているのがわかります。こちらは、ひさしいという漢字です。ひさしいは生命力の強い漢字のため、週に一度、霧吹きで軽く水をかけるだけでこうなります。また、成長したひさしいは、ハンガーとして利用されています。 こちらは、進むという漢字です。進むを育てる際は、支柱を立てるようにしましょう。育つと、こうなって、診療が絡まるのを防ぐことができます。また、成長した進むは、延長コードとして利用されています。こちらは、中という漢字です。中は、プランターで育てましょう。 育つと、こうなって、串焼きとして居酒屋で提供されています。また、車という漢字は成長すると、ねぎまとして居酒屋で提供されています。ちなみに、網で焼く際に火をつけるには、小里編のチャッカマンが便利です。こちらは、点です。点は、 トレイに並べ全体の半分が浸かるくらいの水を張って栽培しましょう。育つと普通に貝割れ大根が取れます。貝割れ大根はハムで包んで立冬の箸で食べましょう。最後にこちらは門という漢字です。門は粉ミルクをあげて育てましょう。 生命の素晴らしさを私たちに教えてくれます。ちなみに、門の赤ちゃんはいないいないバーが大好きです。たくさんしてあげましょう。いないいない、バー。<laughs> いかがでしたか次回は、とつという漢字を使った表彰台の作り方をお送りいたします。それでは、